皆さんお疲れ様です。今回も腹筋頑張りましょう。レッツワークアウト。今日から2週間一緒に頑張っていきましょう。まず1種目目は足の縮める伸ばす動作を意識して頑張りましょう。1種目目は自転車を漕ぐような動作をイメージして行っていきましょう。この種目は浮き輪肉と言われる横腹とシックスパックと言われる腹直筋、腹筋全体を鍛えることができる種目です。自分のペースで行って大丈夫ですので、ゆっくりと丁寧に頑張っていきましょう。肘と膝を近づけるようなイメージで行うと、腹筋がギュッと絞れて力が入ると思います。頑張っていきましょう。続いての種目は、手を真上に上げるようにして、上体を起こし、腹筋を丸める動作になります。この種目は、腹筋の上側、上部に効いてくると思います。上体を起こした際に息を吐くとなお腹筋に効いてくると思いますので、余裕がある方、また追い込みたいよっていう方はぜひ息を吐いて負荷を乗せていきましょう。みんな頑張って。続いての種目は両肘を床につけて足を低い位置でバタバタしていきましょう。バタバタする際に足を遠くへ伸ばすようにして、腹筋の下側がしっかり伸びてるような感覚がつかんでいれば大丈夫です。体を変えるのに必要なことは継続です。ですので一緒に14日間、2週間だけ頑張ってみましょう。必ず体は変わっていきます。皆さん一緒に頑張りましょう。続いては交互に膝を胸に近づけていきましょう。膝を胸に近づけることによって腹筋がしっかり丸まっていることを意識して行っていきましょう。膝を近づけた際に息を吐けばより腹筋に負荷が乗っていきますので、できる方は頑張ってみましょう。ここできついよってなった方は無理せずに少し休んでも大丈夫です。自分のペースでもいいので最後までやることを目標に頑張っていきましょう。残り少し、休憩です。続いては両手で両方のかかとをタッチするようにして上体を起こしていきましょう。この際に腹筋が丸まっていれば大丈夫。上体を起こしすぎてしまうと腰を痛める可能性があるので、肩甲骨が浮く程度で大丈夫です。頑張りましょう。続いてここからは後半戦です。後半戦の4種目が終われば今回のトレーニング終わりになります。筋トレをする上で大切なことは、他人と比較せずに比べるのは過去の自分です。そもそも自分と他人じゃ生活リズムも違えば、今の体格、体重、性別も違います。なので比較せずに過去の自分を超えていけば大丈夫。必ず体は変わってきます。頑張っていきましょう。続いては足を上げていく動作になります。上下にゆっくりと丁寧に上げることによって、足に効かせずに腹筋に効いてくると思います。どうしても足に効いてしまうよという方は、なるべく反動や勢いを使わずに腹筋を常に丸めた状態で行ってみましょう。最初は足に効いてしまう方も多いと思いますが、徐々に腹筋に刺激がいくようになりますので、継続あるのみです。頑張りましょう。続いては膝を頭に近づけるような動作です。この種目は腹筋の下腹部、下っ腹に効いてきます。筋トレは加点方式です。できないことではなく、できたことに目を向けていきましょう。誰しも最初はみんなガリガリです。そこから筋トレを継続して今の体があります。なのでみんなも必ず変われます。一緒に継続して頑張っていきましょう。次がラストです。ラスト頑張っていこう。ラストは足を低い位置でキープしていきましょう。このキープ種目を最後まで耐えることができれば、必ず皆さんの体は変わっていきます。体を変えるのは本当に継続だけですので、一緒に頑張っていきましょう。残りも半分切ってます。もう少し。今行動できている人は必ず変われますよ。時に頑張ることも必要なので、最後まで頑張りましょう。3、2、1、お疲れ様でした。えい、えい、頑張りました。まずはこのメニューを14日間一緒に楽しく頑張りましょう。今回の動画頑張るぞという方はチャンネル登録、高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイ、頑張ろう。
筋トレ始めたいんだけど何から始めていいか分かんないんだよね。そんな悩みを解決するために公式 LINE 作りました。自分の悩んでいることを入力するだけでその人に合ったおすすめの筋トレを紹介するよ。本当だ、これを使えば筋トレのモチベーションも上がる。同じ悩みを持っている人は今すぐ LINE を追加してみてね。みんな一緒に頑張ろう。